信じるか信じないかはあなた次第ということでございます。えー、前回ですね、話を聞くっていう仕事があるんだよってことをライブ対談などで多くの方にお知らせしたんですけども、まあ、早速ね、えー、たくさんの方が再生してくださってるみたいですが、あのー、まあ、信じるか信じないかはまさにあなた次第。そして信じた人が相変わらずね、割の悪いと自覚している仕事を続けるのか、それとも、あ、じゃあ自分もやってみようかなっていうふうに、 まあ時代に合わせて自分をね新しいマーケットに切り替えていくのか本当にねさまざまですよねで吉田さんも車でなんかねビジネスするんだって言われてましたけども結局車って100年前に発明されたのに車で稼げてる人ってたった一部でこれほどまでにねビジネスモデルが明らかになっているものでも相変わらず車が経費になっちゃってる人って言いますよねなんかよくお金の使い方には消費と 浪費と投資があるよっていうふうなことをねそれっぽく言う人がいますけども、うん、車ってどうででで、ね、ですすす、ね、すかか、ね、かかねねねね消費費なななんんん浪投資車が投資になるっていうのは一部の高額商品高級車だけだって感じてる人がいらっしゃるかもしれませんけどもどうなんですかね、うん、なんか私ねこの前アルトワークスの話したと思いますけども実はアルトワークスって結構な高値をつけてるんですよね。 不思議ですよね。10万円前後で投げ売りされてたような時期もあるんですけども、今逆に希少者ということで人気が出てるというね。不思議ですよね。で、今回ね、紹介するビジネスなんですけども、まあ私がね、広島市内にやいた時にやっていた、その、女子高生ビジネスってやつがあるんですよ。でもこれ、ちょっとね、エロチックな非合法なやつじゃなくって、あのー、実はね、あのー、まあ、広島には音楽、 高高校校ががありまして音楽の専門高校がねでそこを卒業して音大に進む方とかそれぞれの特質を生かした仕事に向かう方がいるんですけどもやっぱりね音楽でお金を稼ぐのって結構大変で就職先が決まっても楽器屋の営業とかねメンテナンスの仕事とかっていうので演奏の仕事ってあんまりないんですよ。まあ、ですんで私は思ったんですけどもその時やったのはあの誕生日にね 曲をプレゼントする仕事なんですよ、うん、で、それはあの音楽に覚えのある音楽高校を卒業した方が、まあ、いろんな業種についてるんですけどねそこに募集をかけてあの3人から4人ぐらいのね楽団をちっちゃく作ってもらってそれをおー特定の方の誕生日やお祝いごとに生演奏を出張してお届けするみたいなそんな仕事なんですよね。で、ギャラは あ楽器演奏をしてくださった方に5,000円を渡してで1曲から2曲をプレゼントするって形で大体10分前後の仕事なんですよ実演奏はそれで5,000円なんでまあ10分で5,000円って言ったら割がいいように思いますけどもやっぱりその音楽のスキルを高めるためにいくら使ってきたんだっていうのと当日出かけるために楽器のメンテナンスとかちょっとした練習とか打ち合わせとか下見とか考えたら5,000円じゃ安いなとも思えるんですよ でも私が会社としてやる分ではそこが限界でねで二十歳前後の女の人におしゃれな格好してもらって生演奏を届けるってサービスを何件かね受け負ったんですけども続かなかったですねあんまりね私の,あの募集能力が少なかったのかわかんないですけどね営業能力がなかったのか、うん、それでねそこから波及してあの女子高生ビジネスっていうのを当時ちょっと検討してやってたのがね ちょっとモニター販売しかちょっとできなかったんですけどもそれは何かっていうとあの女の子がねあの制服着て可愛らしい格好をして誕生日プレゼントをこう何待ち行く人に「すみません」あの今日誕生日ですよねプレゼント受け取ってください」っていうふうにやるんですよ。で受け取った人が「えなんでもらっていいのありがとう」みたいな感じで開けるとその女の子から来てるんじゃなくてその女の子に依頼した友人とかなんかね な会社の同僚とかから来ててるっていうねちょっとびっくりみたいなやつなんですよ。でこれはまあまあそこそこモニターの段階で受けたんですけどもいろいろとねあのー、やってくださる女の子とかその女の子の演技力とかそういうのを考えたら結局難しくってね私としてはちょっと続かなかったなってところなんですよ。ただ発想としてはすごく面白くってその女子高生の女の子も本物ではなくてねやっぱり法的な問題とかいろいろあるんで。あのー やっぱこれも二十歳前後の女の子にその高校生の格好をしてもらってねやるって形だったんですけどもんやっぱこうね制服をどうするんだとかそれは倫理的にどうなのかとかねあのびっくりでプレゼントしたところでその本当にうまくいくのかどうかとかねやっぱ警戒していらないよまあなんか知らない人にみたいに思われてもいけないんで結構難しかったんですよね。 まあでも、私としてはこういうね、馬鹿げた発想が全部ビジネスの限定になってたかなと思いますし、逆に馬鹿げた発想をね、やらないとうん、出来上がってるビジネスモデルそのままね、真似しても過当競争になるだけなんでね。まあ、吉田さんが車を使ったなんか儲け方ね、多分なんか面白いもん考えてるようになだろうなと思いまして、非常に、さすがだなと思いましたね、えー。まあ先日ね、私セルシオに乗ってて、その、まあセル、まあ話は、 ね、ちっとはしょるんですけどもセルシオのなんかファンのグループとかあってみんなセルシオ乗ってきてるんですよでそこにちょっとお迎えいただいてですねいろいろ話していくうちにその中の何人かの方がその YouTube でね「ナイトライダーの動画見たよ」って言ってくれて「ああれ僕ですよ」みたいな感じで「えセルシオも持ってるんですかあそれでナイトライダーにも乗ってるんですか?」「すごいっすね」って言ったら「いやベルファイアンもあるんですよ」みたいなね「<laughs> なんでそんな車ばっかり乗ってるんですか?」って言ったら。 なんか欲しいの買ってたらそうなっちゃったんですよとかね。うん、で、その、まあ、収入のことになったけども自分が買ったものをそのままお金を生み出すものに変えていって浪費でも消費でもなく投資にしていけばいいんじゃないかなと思ってるんですまあですんでね最近は中古の CD 買いましたけども光源氏のね。光源氏の CD 買った時に その光源氏の CD の解説をする動画をやっぱ何本か上げていくと少なくともアクセス集まるわけですよ。ね。それからあのこれ昨日届いたんですけども宇宙戦艦ヤマトの2202リメイク版の,あのブルーレイ全巻です、ね。豪華特装版ってやつですけど、まあこれもねえー、まああのこうやって YouTube で喋れるでしょうおそらく、まあ、私の場合は YouTube っていう発信媒体がありますんでしかも広告収入もね そこに入ってますんでまあこれで少しでもね取り戻そうかなっていうところですね。まあちなみにこうやって宇宙戦艦ヤマトの DVD の紹介すると多分広告に宇宙戦艦ヤマトが出るんですよね。で結構今あの映画やってるところなんでそれで2月にもねまた映画ありますんで宇宙戦艦ヤマト。で同時にブルーレインも発売されるんで結構のね あの収入になるんじゃないかなと見込んでおりますだから今の時期にね私は大和関連の動画をバンバン出していこうかと思いますけどねいってらっしゃい